ゆうとあいみんです。イエーイ今日はエクのあいみんちゃんにゲスト来てもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。本日の企画はコメントでよくあいみんちゃんに似てるって言われてたので、あいみんちゃんとみゆの双子メイクの企画です。イエーイ。コメントがナッツの YouTube にみゆが出ると来てたんですけど、みゆはそのコメント見たりしてました？見てたし、みゆのコメントとか DM とかにもめっちゃ来てました。企画やってほしいみたいなめっちゃ言われてたんで嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。自分的にはさ、ぶっちゃけ似てると思う？マジで思わないです。本当に思わないですよね。でもなんかお互い目が近いからかなって思いました。あー、確かに。なんか目の距離が多分お互い近くて、親とかに見せた時は、え、似てるよみたいな。思いました。親に見せたら言われました。言われて感じですね。ということで早速あいみんちゃんにメイクしていきたいと思います。せーの、どうぞ。はい、ということで早速メイクしていきたいと思います。お願いします。まずメイクアップベースは MAC のスタジオフィックスマッティファインシャインコントロールプライマーです。この MAC のマットになるやつをいつも使ってます。私もマット派です。マットいいですよね。マジですよね。これを顔全体に。オッケーです。2人の距離感さ、めちゃめちゃ気持ちないけど、もしかして会うの初めまして？初めましてですよね。でも挨拶もしたことないですよね。そうなんですよね。けどあいみんちゃんがエッグに入る前、教室とかも出る前にミクチャで応援してました。私、えぇ、応援やばい。え、多分ミクチャ総合なんですよ。ランちゃんの時、あー、はいはいはい、にミクチャで応援してました。待って、ありがとうございます。ありがとうございます。やばすぎ。そうだから、なんかめっちゃ謎に親近感ずっとあって、嬉しい感じです。はい、慣れました。はい、そしたら次ザ・セムのコンシーラーの2番、うん、2番を使っていきます。肌めっちゃ綺麗。今何歳なの？私18です。今年19の代です。若い。え、いくつですか？22です。22。エッグで言うと誰とさ同い年か。最近新しくて歩くん。ああ、え、あの子。そうです。あの子いるのに。そうなんですよ。はい、塗れました。はい、そしたらコンシーラーやった段階でミはもういつもスプレーをかけちゃいます。え、いきます。だってこの映像なんかさ、デジャブです。デジャブですよね。思いましたよ。マミさんのですよ。なんかめっちゃ勢い強いやつですよね。こんなびっちゃびちゃなったやつやった。こっちからしょ、あれ。あれ見た。そしたら、ファンデーション。ずっと MAC のこの黒いの使ってたんですけど、最近ヒサロとかあんまいけてなくて、ちょっと白くなってきたんで、このミックスで。MAC は30番。このサンローランは2番です。LC 2番を。半分ぐらいに混ぜて、はい、あ、汚っ。でもそんなにますよね、普通に考えて。びっくりした。これをもう混ぜて、いいですか？はい。でも肌の色なんか合ってるくない？多分合ってます。私結構暗めなんで肌。わざと暗くしてる？いや、違います。もともと地黒で、そうで、最近焼けないようにっていうのを気をつけすぎて、ちょっと白くなりすぎてて、だからもともとラテでいこうと思ってたのに、最近白ギャルになってます。確かに。気持ちは白ギャル今？あ、もう今白ギャルでいいかなって感じ。白ギャル可愛いしみたいな。今日スキンの時確かにめっちゃ白いってイメージあんまなかった。うん、ですよね。あの時まだ全然だった。エッグ入ってから一気に白くなっちゃった。でも時期的な問題もありそうですよね。冬って割とみんな白くなりがち。うん、確かに確かに。私もナッツ入った時は割と黒かったけど。あ、そうなんですか？ですよね。ちょっとずつみんな白くなるような。はい、そしたら次はチーク。チークは MAC のユーモアミーっていうちょっとブラウンっぽいチークを使ってます。同じ種類前使ってました。本当ですか？チークは、なんかでもミュウめっちゃ面長で、あいみんちゃん多分丸顔だから、私こつけ方がどうしたらいいんだろう。ミュ
ミューはいつも上からシュッシュってやるんです。どうやってやってますいつも。ミュー、ミューが今日してるメイクしないといけないから。あ、そっかそっかそっか。頑張ります。そしたら次、シェーディングはミディアムディープっていう、これも MAC のシェーディングを使っていきます。はい、こんな感じの色です。これを耳の前から顎のちょっと上ぐらいまで。メイクのこだわり的なの、とりあえず小顔に見せることですね。いやー、わかります、マジわかります。かわいい。そしたらアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウは MAC のウッドウィンクトっていう。ミューはいつもアイシャドウは一色だけなんです。だから一色なんですか。そうです。あ、でもラメはあと足すんですけど、もうこんな底見えです。これをミューからしたさ、今のさ、エッグのさ、はい、イメージどんな感じなの？イメージ？え、でも本当になんかいろんなギャルがいるなって思います。可愛い姫ギャルとかいたり、もうゴリゴリギャルがいたり、でもめっちゃ楽しそうだなって思います。なんかそういうツアーとかもストーリーとかみんなの見て仲いいなって。楽しいですね。ちょっとこれを下まぶたにも塗るんですよ。そしたらアイシャドウはとりあえず、まあ後で微調節するとして、涙袋の影描いていきます。で、二重の延長、難しいな。あ、これは涙袋描いたやつはセザンヌ10番です。使ってました。これいいですよね。めっちゃいいですよね。で、アイラインはいつも結構コロコロ変わるんですけど、最近使ってるのはシーンのシーグラム。あ、そうですそうです。アイライン下手なんで、あの細い方でちょい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 ってやってます。えー、難しい、どうしよう。アイラインはもうダメです、手が震えちゃうんで。ちょっとあゆみちゃんにお願いしていいですか。やっちゃいますね。まあまあ形はまあまあまあ、はい、はい。そしたらアイラインが終わったので、この目の下のメイクをしていくんですけど、キャンメイクのクリーミータッチライナー2番、これを使っていきます。で、まず目のこうこうやった時のここ塗るんですけど、難しい、怖い、難しい、マジ人の目怖いな。上に行きますね。こうやってやるんですけど、ここ、これをあの黒く塗ると目がめっちゃしっかり見えるんですよ。だからここは絶対にミューのメイクのポイントはこれですね。とりあえずあの黒目終わりらへんまでここの粘膜を塗りつぶしたら、この下の線を描いていくんですけど、黒目の終わりまで粘膜塗ったから、その外を下に線追加する感じで、OK です。そしたら私はいつも松江区なんですけど、あいみんちゃんはいつもつけま使ってるみたいなので、今回はミューの松江区のデザインに似たつけまをつけてもらいたいと思います。これはダイヤモンドラッシュの 3D セレブっていう青色のやつです。私の松江区のデザインに似た感じでお願いします。はい、頑張ります。頑張りますね。つけま苦手すぎてマジすぐやめました。わかんない、あの夕方らへんにもう浮いてるし、かゆいし、ストレスだ。芯合わないのかゆいよ。確かに確かに。私マツエクやってあれが嫌だったんですよ。なんかずっと同じまつげだから、うん、メイクが変えにくいじゃないですか。ナチュラルの時もあのバサバサだし、ギャルメイクした時は足りねえしみたいな。ああ。人の系統。あれ？つけまし失踪。アベレージ姫。本当に前のうちここについてたんですよ。これあれだ、いつもピンセットじゃなくて手でつける。え、
ピスのピンセットですね。バリバリピンセットです。すごい爪でつけれるのが。OK です。あ、めっちゃギャルになった。すごい。マジつけまってすごい。すごいですよね。そしたらこれで束感にしていきます、はい。これはセザンヌですね。あ、セザンヌにあるんですか。あります、あります。へー。まあいいでしょう。はい。はい。そしたらとりあえず上が完成したので、はい、下まつげ塗っていきます。下まつげはエスティローダーのブルーフマスカラっていうやつを使っていきます。はい、マスカラはちょっと難しいのであいみんちゃんにやってもらいます。はい、やります。割と下まつげはみゆめっちゃやってるんで、私もやります。下まつげめっちゃいい感じです。ありがとうございます。はい、ほくろを描いていきます。はい、右のこの辺に。全く同じです。本当ですか。こんな感じでさっきのアイラインで描きました。はい、アイメイクはとりあえずこんな感じです。はい、はい、次は眉毛やっていきます。はい、眉毛本当に下手なんですよ。自分でやるのも、自分でやるのもね、マジで難しいのに、人のってもっと難しいですよね。むずい。いつもは何あれですか。私いつもアーチ寄りですか。みーはもうがっつり平行なので、まあ、とりあえず使うのはセザンヌの4番。ちょっと最近髪色が暗めになったので、今日はね眉毛打っちゃうと思うんですけど、暗めの眉毛です。はい、そしたら大体の眉毛の形は描けたので、眉頭にこのケイトのデザイニングアイブロウライトブラウン系のこの薄い色2色を取って、眉頭に若干のせたら、そしたらいつもコンシーラーでこの眉毛の形を整えてるので、細いブラシにさっきのコンシーラー2番を取って、眉毛の下に、それが終わったら眉マスカラをやっていきます。はい、眉マスカラはキスミーヘビーローテーションの8番アッシュグレーってやつを使っていきます。はい、したらハイライトやっていきます。鼻を。ノーズシャドウはいつもこの上とここをだけやってます。はい、あ、これですね。さっきのです。鼻はいつもこう丸？うん。丸みたいな感じでいつもやってます。とりあえずちょっと適当にぼかしてもらって。ただここですね、眉毛のところから軽くぼかしたら、はい、ハイライトもマックのライトスカペードっていうやつです。なんかいろんな色が混ざってるやつです。それいいですよね。めっちゃいいですよね。前使ったことあります。これを専用のブラシに取って、いつもみーはなんか横になんか塗ってます。みーは面長だから縦に印象をつけたくなくて、なんとなく鼻先と目の間の辺に、あ、そうだそうだそうだ、アイシャドウのラメを忘れてました。すいません。ボビーブラウンの01ムーンストーンっていうめっちゃキラキラのラメを、めっちゃキラキラですよね。それ、目の黒目の上ら辺に、あとは細いブラシでブラシの上ら辺と涙袋にも若干あります。かわいい、いい感じ。そしたらちょっとアイラインで最後ら辺にいつもこの際をここだけアイラインでやって、そしたらスプレーしますね。はい。そしたらリップ塗ります。
お、リップはなんか最近はこの MAC のトープっていう色を塗ってます。なんかずっとめっちゃブラウンの使ってたんですけど、最近はなんかちょっとおとなしい色、同じ色持ってます。本当ですか？持ってます。めっちゃなんか使いやすい、めっちゃ可愛い。てかめっちゃさ、持ってるアイテムさ、かぶってる。かぶってる。本当ですか？バッグで私が持ってるやつかぶってるって感じです。そういうこと。ギャルは結構ほとんどみんなマック使ってる気がしますね。使いやすい、なんか発色めっちゃいいから。そうなんですよね。はい、ということでメイク完成しました。あ、ありがとうございます。この後髪の毛とお洋服を着替えていきたいと思います。はい、はい、ということで完成しました。イエーイ。ということで着替えと髪の毛が完成しました。イエーイ。どうですか実際お互い見てみて。どうですかって言われちょっと分かんない。似てるって思わないです、やっぱ本人は。思わないですね。さっきみゆちゃんが言ったみたいに目の寄りが似てるのかなっていうのはあります。あとやっぱさ髪の毛の色がさ、エミドゲルだからさ髪の毛の色多分うちも暗いと買ったらよかったですかね。もうよかったですかねドゲルの妹か。あエミはどうですか実際メイクしてもらって。でも私めっちゃこのメイク好きです。嬉しい。なんか前自分がやってたメイクに似てます。カラコンが違う時みたいな感じでめっちゃ似てる。はい、本日は双子メイク企画だったんですけど、皆さんどうだったかコメントで教えてください。お願いします。あいみんちゃん来てくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。よかったです。はいこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。